皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回の動画は対談シリーズです。新入生が今多いと思いますので、寮ですね、高専の寮ございますけど、そのうちの中でね、やっぱりこの分野は情報がさらに少なくなってね、質問が多いところです。気をつけるべきこと、伝えたいこと、新入生ここ気をつけておけよっていう新寮生ね、新入生、その中でも、新入生の寮生ですよね、それに伝えたいことを実際の在校生に伺っていきたいと思います。お電話つながっております。もしもし。はい、もしもし。あ、もしもし、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これまでいくつかですね、その動画に出演くださっている東北地方の高専に、今在学している S 君にいろいろ寮について、彼も寮生なのでお話を伺っていきたいと思います。今回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回こちらの表題でちょっとお話しいただきたいと思うんですけど、早速本題から一つ目伺っていってもよろしいですか。一つ目は、表の通り全て自分で行うと書かれてるんですけど、寮に入る人はもう分かりきってると思いますが、洗濯とか、お金の管理とか掃除とか、あとは私物品の管理だったり、全て自分でやるということですね。これらは、全てそこまで苦ではないと思うんですが、掃除とかそういうのを一回サボるとずっとサボるので、期間を決めてしっかりと行うことが大切かなと思います。あ、そうですね、やっぱりお金自体は親御さんが工面してくださると思うんですけど、そこから使うのは自分ですし、そこで管理しないといけないってところで、ちょっと今までの中学校生活とは打って変わるってところなんですね。そうですね、全然違うので、僕はそのなんかギャップに驚かされました、ね、あ、そうなんですね、ありがとうございます。きちんとこれは残しておかないといけない額はきちんと残しておくだったり、あと洗濯物はお母さんに任せっきりだったけど、寮生になったら自分で回していかないといけないっていうことなんですね。そうですね。あ、わかりました。やっぱりちょっと入る前に1週間ぐらいお家で練習しておいた方がいいですか、できるんだったら。そうですね、やった方がそこまで難しくはないと思うんですけど、気楽だと思います。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目伺ってもいいですか。よろしくお願いします。はい、はい、2つ目は、壁が薄い可能性ということなんですけど、これは僕の住んでる寮はまさにそうでしたね。すごい、そこまで大きくない声で話してでもある程度聞こえますし、特に夜はですね、寝てる人もいるので、騒いでる人、隣室の人に迷惑がかかります。スライドに今イラストを貼ってあると思うんですけど、壁ドンされる可能性とかもあるので、そこは気をつけてほしいですね。あ、なるほど。 S 君が通っている高専の寮はレオパレスだったんですね。そうですね。あ、なるほどなるほど。そういうところで人間関係のトラブルに発展することってありましたか。僕はなかったんですけど、ただ単純に、あ、ちょっともう夜中もう12時とかなのにうるさいなとか、そういうことはありましたね、何回か。あ、そうなんですね。それは同級生だったり先輩とかがちょっと騒いだり盛り上がったりしているところで声が聞こえてうるさいなって思ったところですか。そうですね。あ、12時過ぎてもそういったところが何回かあったんですね。はい。あ、わかりました。壁が薄い可能性ってことで、やっぱりそういった場合って相談しに行く感じですか、あまりにもひどい場合は。いや、でも僕はちょっと言いづらくてなかなか何もできなかったんですけど、ただ行った方が確実に効果はあると思います。あ、なるほどなるほど。僕自身こういった音結構敏感なんで、僕だったら耳栓だったり、あとやっぱりノイズキャンセル機能のあるイヤホンとかを検討しますかね。はい、ということで、じゃあ次お願いしてもいいですか。3つ目。はい、3つ目、テーマ、食べ屋の人への配慮と書いてあるんですけど、単純に配慮忘れずにということなんですが、具体的にどういうことかを説明しますと、寮で一人部屋なら、そこまで問題はないと思うんですけど、2人とか3人が1つの部屋に入ることも、少なくないとは思うんですよ。で、そこで生活してるうちに、もちろん仲のいい友達といえど、人なのでこれがいいとかこれが苦手とか、人によって全然違うんですね、本当に。もうほとんど同じ人とか少ないですね。なので寮という性質上これは避けられないので、お互いにそこは配慮して心地よい生活を送れるようにしてほしいですね。あ、もっと具体的な話聞きたいんですけど、例えば、なんか人の私物はなんか触っちゃいけないとか、すなわち触られたくない人もいるわけじゃないですか、自分の私物を。はい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 、とかそのパターンだったりとか、あと寝るとき、もう自分が寝る時間になったら、もう電気なるべく消してほしいとか、そういったこだわりがあると思うんですけど、それって何パターンか教えていただくことってできますか。そうですね、タニーさんが言っていただいた、その寝るときに電気を消すか消さないか問題っていうのは、結構友達の間でも結構ありましたね。その自分が寝る時間に相手がまだ起きてて、なんか電気つけて寝れないっていう人もいましたし、それとまた他のパターンだと、他人の部屋に勝手にずかずか入るみたいな。そういうのもちょっとやめてほしいところがありますね。例えば A 君と B 君が同部屋だったとしたら、で、B 君の友達の C 君が A 君と B 君の部屋に入ってきたときに、A 君が嫌がるか嫌がらないかみたいな話ですね。そうですね、そのタイミングによってやっぱり、あ、これ嫌だなって時もあるので、そういうとこはやっぱ考えながら行動しないと、ちょっとうざがられちゃうというか、そういうのもあると思います。あ、そうですね、やっぱり A 君と B 君の共同スペースなわけで、やっぱり B 君だけの友達を呼び込むっていうのはマナー違反になりうるかなって個人的にも思いました。
はい、そうですね、うん、あの入ってきてそれでなんか出てってっていうのもなんかすごいめちゃくちゃ言いづらいじゃないですか。なのでこの問題なかなか解決しないんですよ。だからそこはまあ入る側がまあ配慮して今どうかなとか事前にまあ言っておいたり、うんうんうん、トラブル防ぐのが大事かなと思いますね。 ありがとうございます。それでは次のテーマお願いしてもいいですか。はい、じゃあ次はコロナ禍の寮ってことなんですけど、まあ、コロナ禍が続いていますが寮もかなり危険な場所と言えますよね。まあ、場所によるとは思うんですけど決して少ないとは言えない人数が集まって生活しているので、まあ、感染するリスクは家で暮らすよりはまあ少し高いと言えます。なので、まあ、風呂場や食堂とかそういうところで話すとかね、まあ、大声で話すかもとかですけど普段控えめにしましょ う、 あ、 ありがとうございます。それでは次のお話お願いしてもいいですか。5つ目です。5つ目は、はい、嫌なことは断るって書いてあるんですけど、そういうまあサブテーマなんですけど、これは本当に大事だと思います。もうこれは寮に関してだけではないと思うんですけど、まあ、人との関係が多くの寮ではさらに大事ではないかということで取り上げさせていただきました。1つ目は、まあ、言わずもが自分のためですね。嫌なことを断らないと、まあ、普通に単純にストレスですし自分のやりたいことが、まあ、他人の要求によってまた妨害されちゃったりしますし、それを防ぐためですね。で、2つ目はトラブルを防ぐためですね。特に、まあ、金銭のトラブルとかもう本当にやばいのでやめた方がいいと思います。いくら友達といえどトラブル起きてしまうものなので、まあ、それを未然に防ぐということも大事です。で、3つ目は、まあ、これは要求する側の態度の変化ですね。なんか最初はこれお願いとかすごいなんか謙虚にというか謙虚に要求されると思うんですけど、なんか全部それをいいよとか言っていると慣れてしまって何でもなんか軽く言われてしまうことがあるんですよ。まあ、そんなことになると単純に面倒くさいので嫌なことはちゃんと断った方がいいかなと思いますね。 ありがとうございます。抽象的な説明が今終わりましたので具体的な説明をちょっと求めたいと思うんですけど、例えばお金貸してとか友達ちょっと部屋に呼んでもいいみたいなことに関して自分が嫌ならば断るってことなんですかね。そうですね、まあ、さっきの話とまたリンクすると思うんですけど、その部屋の話でいくならちょっとじゃあ今度あの前の部屋行っていいって言われて、まあ、嫌な時ってあるじゃないですか、やっぱり。うんうんうん、そういう時にあの、まあ、断りづらいとは思うんですけど、断らないと自分が、まあ、すごい不快に思ったりすることもあるので、うん、ちゃんと断った方がいいかなと思いますね。あ、なるほど。お金貸してとか部屋に行ってもいい以外に寮特有のそういったお願い事とか断らないとちょっと厳しいなみたいな例って他にも一つありますか。もしあれば伺いたいんですけど、すぐ思いつきますかね。取り急ぎは思いつかないけど、やっぱりこういった場面の時はあの集団行動の中で生活の中で断ってなるべくストレスを抑えた方がいいってことなんですね。そうですね。あ、わかりました。それでは最後になりますかね、6つ目でございます。こちらお願いします。はい、6つ目最後は、まあ、挨拶を忘れずにっていうことなんですけど、これ意外と単純ですけどできない人も多いんですね。でこれ、まあ、できないと何がいけないかっていうと、まあ、基本的に下級生特に1年生がすごい先輩に自ら挨拶するものだと思うんですけど、この自分が、まあ、するのは当たり前なんですけど、その1年生の誰かがしなかったせいで今年の1年生はとか言われるんですよ。なのでそういうイメージの問題でもあるので、あの自分たちの代のイメージを崩さないようにみんなちゃんと挨拶した方がいいと思いますね。あー、なるほど。自分が少しマナー違反することで全体に迷惑がかかると。なるほどね、うん、あー、そもそも挨拶の重要性もあるけどそれ抜きに考えても周りに迷惑がかかるよと。あー、とても納得できましたね。まあ、そもそも挨拶っていうのはお互いの最初のコミュニケーションじゃないですか。私はあなたを認識して、まあ、ご機嫌とかね様子を伺ってます。これだけで相手へのリスペクトというか尊敬を表せるわけですよね。こんにちはってね、今日はいかがお過ごしですかって意味じゃないですか。おはようございますも早いですね、今日も頑張りましょうでしょ。でこんばんはは、ね、こんばんはって、こんばんはどうですか、今日は一日、ね、過ごせましたか、いい感じで過ごせましたかって意味だと思うんで、やっぱりこれ忘れちゃったら集団生活の中で大事なものが欠けていると言っても過言ではないと思うんですよね。なるほど、とてもよくわかりました。やっぱりこれ忘れちゃうとなんて言うんでしょう、やってる時は認識しないけどやっぱりこういうの一個一個マナー違反しちゃうとなんか大きい不祥事というかトラブルが起こりがちだと思うんですよね。こういった細々としたことを気をつけることでそういったものが防げるなって個人的に思いました。はい、ということで全体的に見渡していきましょう。まず一つ目が全て自分で行うという生活に行あの遷移していく、変わっていく。二つ目が壁が薄い可能性があるのでお互いに、ね、気を使っていかないといけない。三つ目、同部屋食べ合いの人への配慮。自分がね何の気なしにやってるかもしれないけど相手は嫌がってるかもしれませんという話なんですね。四つ目、コロナ禍での寮、まだまだ対応が続くと思います、気をつけないといけませんね。5つ目、嫌なことは断る。やっぱり集団生活の中でストレスが多いと思います。その中で感じすぎないように なるべく、ね、ストレスフリーになるように自分からアクションを起こす必要もあるということなんですね。そして最後、挨拶は基本です。コミュニケーションの基礎となる部分です。トラブルだったりお互いの、まあ、円滑な、ね、コミュニケーション、共同生活が侵されないようにこちらを気をつけることが大事かなと思いました。いや、今日は、ね、ためになるお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。多分これ新入生の人っていうのは入ってから気づいたり、ね、自分が過ちを犯した後に気づくことばかりだと思うので、こうやって事前に知れることはとてもね、有意義というか価値のある情報だったと思います。やっぱりそう思いますか、あの S 君も。うん、そうですね、やっぱりこれを肝に銘じておけば割といい生活を送れるんじゃないかなと思いますね。あ、そうですよね、こういった教訓って間違えたりミスったりしてなんか心に刻まれるものだと思うので、なんかこうやって頭の隅っこに置いておくだけでだいぶスムーズというか円滑になるかなってすごく思いました。今日は改めてありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして最後にちょっと 1,2 分ほど宣伝挟ませてください。こちらですね、高専の英語の授業実は難ありということで、英文法長文理系向けのプラチナトレーニング4高専生春季講習14日完成というものを行う予定です。今ちょうどね、開講して申し込みの人がね、今30人ぐらいですかね、申し込みくださってます。ちょっと S 君に伺いたいのは、こういう風に課外とか外部の講座を使って英語の勉強、TOEIC 対策、英検対策しないとちょっと足りないんじゃないかなっていう風に思いますか、やっぱり高専の授業を受けてて、英語の授業を受けてて。そうですね、僕正直言うとすんごい思います。本当に1年間通して、僕中学3年生の頃はすごい英語が得意だったんですけど、本当いつの間にかどんどん落ちてしまって何もしていなかったら、なのでちょっとやらないとまずいなと他のところで思ってますね。あ、やっぱりその一つの原因としてこれが考えられると思うんですよ。あのテストをやると思うんですけど、年に4回、前期中間前期期末、後期中間後期期末っていう風にあると思うんですけど、それぞれのテストでテスト範囲があると思うんですね。テキストとかワークブック、その問題がそのまましか出ないわけで、であと直前にね、丸暗記するわけなので、テストが終わったら全部忘れるし、そこから学ぶべき規則性とか教訓とか、あと根幹をなす基礎の部分っていうのは身につかないまま過ごしてきてしまっている。それが考えられると思うんですよね。やっぱりそう思いますか、S 君は。そうですね、それとまた授業スピードとかの問題もあると思いますね。あー、なるほど、すごく早いし、なんかテストに向けて丸暗記しちゃってるから、もうすごい浅く、なんかしかも忘れていくみたいな感じってことですか。うん、そうですね。あー、高校と比べてやっぱり授業数が全然違うらしいんですよ、高専って。で、そうなんですか。あ、そうなんですよ、高校っていうのは週に3時間4時間ぐらいあると思うんですけど、高専って多分2単元、あと2単元合わせて多分高校だったらもっとあるか、週に4時間とか5時間絶対英語がある日が絶対あると思うんですよ。あの長文と、あと長文読解と英文法の2科目があるんで、で高専は比べると多分ね、なんか 2科目あると思うんですけど、あの英語に関して、英語コミュニケーションとか表現みたいな感じで、多分週に3時間か2時間ぐらいしかないんじゃないかな、合わせて。どうでしょうか。そうですね、2時間ぐらいですね。あ、そう、全然違うんです。多分2倍から 2.5 倍ぐらい授業数がそもそも違うと思うんで、そう、全然高専生って、例えば4年生になった時に TOEIC じゃあ頑張りましょうってなった時に、全然基礎知識というか基礎文法知識が身についてない状態なんですよね。で、まずいですね。そう、みんな頑張ってね、じゃ あのみんな優秀だから自分でね、あの市販の教材とか買って対策してねっていう風に先生に放り投げ出されるわけですね。で、やっぱりそこでやっぱりちょっと足りないなって思ってる新2年生以降の皆さん、こちらの講座ぜひぜひあのご検討ください。概要欄、コメント欄にあるんですけど、TOEIC だったり英検でよく聞かれがちなところだったり、これさえね、これさえ押さえておけば、この考えさえ押さえておけば、すごく応用が効くノウハウとか考え方っていうのをこの講座で詰め込んでます。全範囲です。こちらぜひとも皆さん詳細ご覧になっていただけたらなと思っています。はい、でもう一つですね、先取り学習差別化計画パックでございますけど、 S 君これ去年ちょっと受けてくれたんですよね、覚えてますか。覚えてます。はい、はい、ちょっとだけ最初ね、あのかじってくれたと思うんですけど、やっぱり4月5月やっぱり進むの早いと思うんですよね、高専の授業。ちょっとだけなんかメリットとか助かったことをエピソードなんか軽くね、30秒とかで紹介してくれたら嬉しいんですけど、なんか恩恵とかありました、これ使って。そうですね、やっぱりその、まあ、最初のその高専のやつは大体、まあ、中学校の復習であったりそういうことが多かったと思うんですけど、うん、後期ですかね、うん、サインとかコサインとか出てきた時に、うん、その時に、まあ、めちゃくちゃ迷うんですよ。今までそんななんか英語出てくるみたいなことなかったので、うん、そういう時にまあ臨機応変に対応できたのが良かったかなと思います。そうですよね、この講座の中だったらサインシータっていうのがそもそも何の値なのかっていう、きちんと言語化、逃げずに言葉にするっていうところを気をつけて説明しているので、例えばサインシータっていうのはなんか三角形のなんかね、なんか斜めのところと高さの比だよっていう風に、まあ自分の中でね、なんとなく分かってたとしても、いざなんか具体的に何ですかって聞かれた時に分からないわけですね。でその時導入する時に覚え方とか考え方とか頭に入れる方法とかっていうのをこちらの講座で詳しくやってますので、1年を通して使えるってところでね、とてもありがたい教材なのかなって思いますので、ちょっと高専新入生の生活ね、不安な人はこちらの講座かなりリーズナブルなのでお問い合わせください。そして最後ですね、線形代数微分積分、こちらね、 S 君受講予定ということでありがとうございます。これやっぱり線形代数微分積分1ということで、1年生の数学の時点でちょっとね難しいところもあったと思うんですけど、2年生になったらこの線形代数微分積分っていうのが始まるんですけど、やっぱ不安だったから受けようかなっていうふうに思ってくれたんですか。そうですね、1年生の時点でかなり苦戦はしたので。ああ、なるほど、なるほど。やっぱ難しかったですか、青い教科書。
そうですね、まあ、何よりもその解説がないっていうのが厳しかったですね。あ、そうですよね、解説がないということで、そう、やっぱ教科書ガイドということで、青い教科書も、緑の教科書もオレンジの教科書も教科書ガイドということでお作りしてます。こちらもね、S 君をはじめいろんな高専生に使われると思いますので、教科書ガイドを使ってやっぱり、ね、スムーズに勉強していかないとちょっと難しいっていう人もいると思うので、そう、略解じゃ難しいですよねということで、さらにこちらの2つ、2冊の、ね、分野に関して春季講座もやってますので、これね、実は教科書ガイドも無料でついてくるということで、 S 君来年度からこちらの内容ね、教科書ガイドを片手に教科書の内容とか問題を解いてみてください。頑張ってね。はい、頑張ります。はい、ということで今回の動画終わっていきたいと思います。今回は寮に関して気をつけるべきこと、伝えたいことということで、現役寮生高専生の東北地方の高専に通っている S 君にお話を伺いました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで今回の動画終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に高専を。PDCA School。 Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.